腹っすね。ハリスン2号です。はい。多分ハリスンね、細くしてもあんま変わらないような気がするんですよね。そう、あのいることはいるんですけどね、結局メジナとかイスズミが浮いてきたら。そうですね。なんで積まないのがいいんだ。これは多分メジナっぽい。あ、違うかな。あ、メジナだ、一応。あ、メジナだ。オッケー。うん。オッケーですね。い、お腹ですね。だから多分ね、これぐらいのやつが浮いてるんですよ。30あるなしぐらい。まあ、ようやく30ぐらい。大丈夫、これはいいでしょう。ジャストぐらいですね。うん、あれもう見えてますからね。結構もう浮いてます。浮いてます。浮いてます。です。もうこれヤビキで大丈夫なんですけど。今当たり浮きまで、当たり浮きじゃ飛ばし浮きまでギュッと沈んで、それでも乗らないって、一体どういうことだと思って。割とコマセと、そう、コマセとどんどんずれていきますよ、これね。当たりはね、出ると思うんですよ。あ、浮きはでもありますね。あら、メジナだ、ほら。えらい浮いてるもん。このサイズが浮いてる。一瞬にして浮いてきちゃった。縁太ですよ、これ。縁太なのかね、浮いてるのはね。もう風。口太ですよ、これ。少し太です。30ぐらいありますね。いいとこ、いいとこ入ってるもんね。下は、そう、うん、やっぱり浮いてんだ、まださらに。ねえ、そうですね。触ってみる？これ。ねえ、これメジナですね。すぐコマセットずれていくでしょ？
そうかもわかんないですね。だけどね、食ってくるやつは多分あそこからさらに行くと思うんですよね。乗らない、あれで触るんだけどな。失礼しますね。そう、ちょっとちっちゃいですよ、これ。そうなんですよね。ね、やりやすいですよね。これまたこう当ててきてるんですね、これね。当ててますね。なんかあんまそれかもうほぼ動かないですね。うん、そうですね。うりゃ、このサイズも浮いてるってのはちょっとやばいですね。サイズダウンしたもんね。どんどん小さくなっちゃうよ、これ。あ、入ってますね。まあ、ジンタン2つ足してちょっと安定させたんですよね、これ。これでいけば。あれ、こっちかな、ちっちゃい、こっぱだな。どんどんサイズダウンしていきますよ。なんで？これ、なかなかここ最近見ないサイズですよ、これ。最後、あの、だいぶ干されてきました。うん。口太もいるんですよ、やっぱり口太もね。ちげちゃんのターン、タンも借ります。お腹だ、いいですね。うん、いいお腹。 OK、 よいしょ。 おいいサイズですよ。うまそう、見てほら。
しげちゃんこの間釣ったぐらいの、先週釣ったぐらい。そう？いや、これいいですよ。これ、これいいですね。やったよ。40あるわ。40ぐらいある。うん。40あるな。40ある。すごい、いいとこかかってるしかも。え、なにこのサイズか、あれ、所さんの棚ってどれぐらいなんですか？棚どれぐらいなんですか？棚これ、一広半。一広半。一広半だ。ああ。すげえ。ダメだ、やっぱコッパっすね。あ、高めだ。でかいっすね。でっか。持って帰ろう、高め。買ってきた高めが。ほら、でっかい、丸丸したやつ。お、ちょっと深く入ったの？ちょっと深く入れた。うん。いやいや、餌残りっぱなしですよ、これ。全く食わない。浅いですね。これは少しサイズアップしたかもね。うん。うん、でかいですね。これめちゃくちゃだけど。うん。あんまでかくないわ。うん、抜けるぐらいです。うん、ちょっと抜くのはやめとくぐらいかな。あ、大丈夫です。すみません。ありがとうございます。ちょっと怖いぐらいです。ありがとうございます。ごめん。うん、30ぐらいかな。ねえ。コマセだらけになりましたね、メジで。口太は？うん、口太だ。よしよし。浮いてんじゃないですか？浮いてる浮いてる、口太がね。おぉ、いいとこ見て。やっぱり浅いんだ。浅いです、浅いです。間違いないです。ジャスト30ぐらいですね。ダメだ、ちょっと逃がそうかな。そう、超浅。30センチ、どれだろう。あ、だそれでも、矢引きよりちょっと浅いぐらい。
やばい。カメラが倒れちゃう。あ、倒れた。いや、これ今当たり機外しました。おお、おったね。うん、これメジンな？イスズミ？これイスズミだ。イスズミ。ええ、イスズミなんですよこれ。ちょっと上げますね。うら。うん。ねえ。あ、切れちゃった。これなんだろう。これあれかな。イスズミかな。あれまあまあですよこれ。まあまあかも。うん。お腹だ。だけどそうでも抜き上がるぐらいですねこれね。抜き上がるぐらいでしょ。ほら。綺麗な色してますけどね。丸い。三条あるなしぐらいですかこれ。ねえ、行きましょうね。いや、いやこれもうあのスルスルです。ええ。打ってないですね。これ三条あるなしぐらい。そうですね、一色ぐらいですね。